越谷信也最高最高。本日は越谷シニアに潜入。元気な選手たちのプレーをご覧ください。監督が思うどんなチームですか？まず一言で言うと良いチームを目指している。野球が好きで高校も野球をやりたいと思ってる子が入ってくれれば嬉しいです。はい、どうもシューティビです。お願いします。というわけですね、本日は、越谷シニアさんに、来ております。初めてね、越谷シニアさん来たんですけども、本日走るおいチャンネルの大井くんと一緒に、取材ということであそこにいるんですけども、なので、大井くんとね内容が被るかもしれませんがね、大井くんの方の動画もぜひとも見てほしいと思います。越谷シニアさん初めてなんで、どういうチームかっていう、ご紹介をさせていただいて、来年とかね再来年とか、新入団する選手が、興味を持つような内容をね出せればと思いますので、よろしくお願いします。ご覧ください。どうぞ。レンボー映えるよ。途中で交換とかしながらさ、使ってみてください。慌てんなそこそこ。中丸取ってすぐ。オッケー。はい、どうもりょうへいです。はい、本日は越谷シェリナさんに、はい、来させていただきました。監督の矢島監督になります。矢島と申します。お願いします。よろしくお願いします。はい、軽くさっきカメラ練習風景で撮らせていただいたんですけれども、はい、結構ガッツあふれる選手が多いなっていうふうに。まあ、ガッツだけは一流かなっていう。ね、それが気持ちが強いっていうのはいいかなと思って、内野ノックとかもすごい前に出て撮るっていう、はい、動きが見れたので。選手の子たちもやっぱり気持ちが強い選手たちが多いのかなっていう。ありがとうございます。はい、インタビューということで、じゃあ監督インタビューということで、はい、監督が思うどんなチームですか。まず一言で言うと、良いチームを目指していると。まず挨拶、返事、礼儀、高校に向けて真剣に取り組む姿勢がある、はい、そういうチームを目指している。進路相談とかもある感じなんですか。一学年、一年に。3回くらいですかね。はい。まあ正直ホームページ見させてもらって、はい、すごい高校にいろいろ卒業生が行かれてるということを見させていただいたので、はい、進路相談とかもちゃんとやられてないとそういうところにはいけないんだなっていうのもあるとは思うので、まあ高校の先生が目つけていただけてる状況なのでありがたいですかね。どんなチームを目指していきたいかっていうような感じなんですけど、はい、最近まず。大会だったとかで、ちょっと戦績っていうのを教えていただきたいんですけど、はい、越谷シニアが復活して、はい、今年で9年目になるんですけども、関東大会は3年前に春の大会出たその一度きりっていう、それで今まず関東大会目指そうっていうことで今日も戦いましたけど、関東大会の予選を戦ってもらってますね。そんな中で撮影させてもらって申し訳ないです。もうありがとうございます。関東大会を目指す上で今チームに一番必要なものとかっていう、まず1つのエラー2つのエラーっていうのは必ず出てくるものなので、そこにみんながいかに声かけしてあげるかとか、はい、やっぱりそういうチームワーク、周りの声、ベンチからの声、みんなが全員1つになって1つ1つのプレーに声かけすることがまず必要かと思います。コミュニケーションに近いもの、そうですね、はい、声かけイコールっていう感じ、はい、まあここから多分ちょっと進路に先ほどお話しさせていただいた進路っていう面に近いかなというふうに思うんですけれども、はい、どういう選手になっていってもらいたいとかっていう、まあ、いずれ高校とか大学とか続けていく選手が多いと思うんですけれども、はいはい、そこを含めてどういう選手になっていってもらいたいなっていう先の先で言うと立派な社会人になっていただく、やっぱりそこです。やっぱりまあそこが先ほど言った挨拶、はい、返事、礼儀が必要になってくるかなっていう。一人一人で最初にまず来た時に全体で僕らも挨拶させてもらった後に、はい、カメラで回ってる時にもこんにちはって挨拶ちゃんとやってました。はい、あ、よかったです。みんな礼儀正しいなって。ありがとうございます。いやいや、僕が中学校の時じゃありえなかったなと思いながら、本当にみんないい子たちをやっていただけるとありがたいです。新入団選手募集っていうページを。まあ、見つけまして、はい、毎年今で言ったら1年生2年生が多分、はい、約20名ずつ、20名ずつですか、はい、すごいですね。東地区のその強豪チームが多くて、はい、たまにそのなんか強豪チーム内でもたまに人数めちゃくちゃ少なく集まらないところとかってあるじゃないですか。そうですね、はい、その中で強豪チームプラスでちゃんと20人集まってるっていう、まあ本当ありがたい話なんですけど、ここは浦和学院のグラウンドを使わせていただいてて、はい、まずそこから体験入部行きたいですっていう声がまずかかる。そうですね。はい。やってますからね。はい。あ、すみません、映せないです。はい、さすがに。はい、横ですごいプレーが見られてるんで、はい、まあそれもいいですよね。中学生のうちから、まあ、一緒にやるわけじゃないですけど、はい、もちろんでも近くで見れる。環境に非常に大きいと思います。ただ練習をするだけじゃなくて、ただで見れますから、ただ練習をするんじゃなくてただ見れる、はい、ただで見れちゃう、はい、こんなにいい環境はないなと、うん、っていうふうにはまあ思っています。でまあ浦和学院って話も出ましたけど、はい、どうやら出身の OB さんに過去何人か野球選手がいるっていう話も、はい、所沢済みなので、はい、西武好きで石井義人さん、あ、はい、私の浦学時代の2校上の先輩です。やっぱり浦学ですよね。はい、です。はい。募集に関して詳しく教えていただければなと。締め切りはだいたい20名で締め切りをする予定です。あまりにも多いと指導に回れないことが増えてきてしまうので、それはよろしくないので、20名がちょうどいい人数ですかね。大体は20名、どういった選手に入ってきてもらいたいなとかっていう。野球が好きで高校も野球をやりたいと思ってる子が入ってくれれば嬉しいですね。その中学って中ってちょうど中っていう次回で中継地点っていう意味も僕持ってると思ってるんですよ。ちょうど大人の義務教育最後だけども、まだ教育は続くっていう、その中継地点の中、その中学校の時に野球をやめるんではなく、その一番高い高校っていうところまで野球をやってほしいっていうのが、そうですね。この選手たちを見ていると、ここまで続けるだろうなってやってくれると思います。先輩たちも本当に野球好きそうだなっていうのは伝わってくるので、距離で言ったらどの辺一番遠い選手ってどこから来てるとかってあります？川口草加ですかね。でも比較的東部地区は東部地区内で。そうですね。川口草加、あとは越谷、吉川で埼玉市が多いですかね。あとはちょっとさっき見かけたのはマイクロパスもあるので、遠征はありそうですけど、野球にその真剣に真正面から向き合えるような環境が整っているチームだと思っていますので、小学6年生だったりだとか、途中入部もいるはいるんですか？います。リトルでいうと9月頃に終わるので、9月から入ってくるメンバーもいれば、もしくは他チームから引っ越しとかの理由があって、ぜひお願いしますっていうケースも中にはあります。なるほどですね。いろんな募集がある中で、今回はとりあえず新入生、来年の新中学1年生の募集要項ということで、今大体20名程度、野球が好きで中学だけでなく高校も見据えて、やりたいと思っている選手のお父さんお母さんもぜひぜひちょっとこの動画ね、気になったら越谷ジュニアさんにお問い合わせの方よろしくお願いいたします。お願いします。お問い合わせ方法なんですけれども、ホームページ、それとあとインスタグラム、インスタもやってます。運営されてますよね。ほぼ毎週上げてます。事前チェックさせていただきました。ありがとうございます。土曜日日曜日の練習はとにかく当たり前のようにやられていて、気になったのが夜間練習、平日の2日間ぐらい、火曜日、木曜日6時半から行ってます。それもこのグラウンドだったりとか、ここの隣のソフトボール場になるんですけども、ナイター設備がナイターがありますので、そちらでやらせていただいてます。体育科もご利用になられてますよね。そうですね、体育科もそうだ使ってます。野球につきっきりな生活ができちゃう。すべては森修さん、森大先生のお力があっての。僕らからはちょっと何も言えない可能性がありますけど。いやいや、そんなことないです。人間性アップっていうところもできるチーム、選手たち、先輩たちがいるチームなので、次回の中学1年生の選手親御さん、ぜひご連絡の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと拙い見た目でしたが、なかなかありがとうございます。もうちょっといさせてもらおうかな。じゃあ明日の試合頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。「思いを乗せた決め玉で」